クレーボーン軍はアメリカ合衆国ルイジアナ州の北部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は17,195人であり、2000年の16,851人から2.0%増加した。軍庁所在地はホーマーであり、同軍で人口最大の町でもある。クレーボーン軍はルイジアナ州初代知事ウィリアム CC クレーボーンに ちなんで名付けられた。当初のクレーボーン郡長者は、ラッセルビルにあったが、この町は現在ゴーストタウンになっている。19世紀後半に、軍長者はホーマーに移された。ルイジアナ工科大学のジョン・ワーディス・コーソンが、その著作、古きクレーボーンのゴーストタウンで、クレーボーン軍のいくつかのゴーストタウンを研究した。その親戚であるジョージ・ワシントン・ダンスが、郡庁舎が移転したとき、 その栄光も離れた。この村は、現在古き、擦り切れた野原になっているといったことを回想している。地域の歴史は、ホーマーにある軍長者の通り向かい、ハーバート・エス・フォード記念博物館に収められている。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は768平方マイルで、あり、このうち、陸地755平方マイル、水域は13平方マイルで、 水域率は1.63%である。ホーリースプリングス・バプテスト協会以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。クレーボーンアカデミー・クレーボーン軍教育委員会が地元の公立学校を運営している。クレーボーンアカデミーはヘインズビル近くの未編入領域にある私立学校である。ルイジアナ州公衆安全共生省が ホーマーとヘインズビル近くの未編入領域でデイビッド・ウェイド共生賞を運営している。ありがとうございます。